働いている人たちのことを知らずに、ここ安全だから除染したから帰れという話ではないんだろうなということを思っていますので、この原発の中で働いていらっしゃる方、そしてその一定程度の線量を浴びた方もいらっしゃると思います。今現に浴びている人もいるんだろうと思います。その話はぜひともどこかでここで議論するのであれば、私はここで議論していただきたいと思います。それはなぜなら帰還される方、あるいは周辺で現に暮らしている人たちの安心や安全を保障するというのであれば、非常に重要なデータ、あるいは示すべき内容だろうと僕は思っているからです。実際生活をしていてそれを感じますし、これから帰還されられる多くの人たちがきっと同じ思いを持っているのではないかと、そのように思いますので、これはぜひともですね、それは関係ないと、それは生活じゃない、多くの人は県民です、我々の仲間です。ですからこの人たちの健康問題というのも、あるいはこの人たちの、この方々たちの安全安心の問題というのも同じようにどこかで考えていただかないと、本当に前に進まないような気がしていますので、申し上げておきたいと思います。ありがとうございます。重要な指摘だと思います。先ほどからどういう方を対象にというお話の中にですね、今の作業をしていらっしゃる方、それから福島で生活をしていらっしゃる方、すべてが含まれるというふうに考えていただきたいと思います。で、今のご提言とかご意見について、また答えていただくだけの資料とかっていったようなものは次回までに用意していただくようによろしくお願いいたします。引き続き今までの説明のところでご質問が、はい、どうぞ。ありがとうございます。